キンメダイです。ばっかりですが、起きたら遊びだったんで、とりあえずテロップ聞いたら遊びだったんです。慣れてとかってもうポイズンってマニュアルもうスライドにして何の意味もないサブなんですよね。なんで特に何の関係もなく打ってるんですけど、ジャンプできないんでポイズンの中で、それでダメだったという感じです。バイマン。
だけ気をつけましょうか。その中央のね、今敵がいるタワーからピョンって乗り移ってきたり、私の右にあるブロックからピョンって飛び乗ってきたり、左から抜けることしかないんですよ。なんで、あの味方にちゃんとゴール前に行って、あの本でガチアサリ入れれるっていう状況じゃなければ、あの防衛した方がね、今の状況は強いですね。あの私がホップソンを回るので、早めに。使っていけば、なかなかね通らないですね。あの急いでいるので抜けの時はなかなかそのホップさんを避けて抜けるっていうのが難しいです。マサバです。オーガンチーチー、今12月2日なんですよ。王冠は2600円くらいあるのかな。え、誰も当たらないんですよ。なんかそういう時もありますね。それごめんね。その人がいるんだったら私前行ったわけですね。なるほどね。じゃあ私前にいましょう。ちょっとね、焦りないな。すごく、おっとっとっと、体勢に不安あり、拾われてない。そして脱出地が、奥ですね。
っと塗って、ここも塗って、わあ、甘い、あいつならいいんですね。ここ綺麗に塗った方がいいですね。あのアサリで必要なのって縄張りみたいに綺麗に塗ることなんですよ。あのこの中途半端に塗るのとかってあんまりなくて、まずこういうのとかをこう綺麗にこのぐらいまで塗ることです。なんかこの大体塗ってるからいいでしょみたいなのはアサリではもう死活問題なんで、攻撃が難しいステージって別物なんですよね。でここは攻撃が難しいステージで、攻撃有利ステージかななんですけど、いつか解説する攻撃が難しいステージは特にだから防衛が簡単、まあ防衛が簡単なステージはとにかく綺麗に塗った方がいいですね。攻撃が簡単なステージは結構どうでもいいんだけど、難しいステージは綺麗に塗った方がいいです。